株式会社メイコテクノスですね、代表取締役会長をしてます山内文也と申します。父のその仕事の関係上ですね、移住院で、昭和26年に今起業したということで、小さい頃の思い出っていうのはもう我々の頃は何もなくてですね、もう戦後直後のことでございましたんで、特にまあちょっと厳しかったなという感覚はありますですね、はい。まあ、日本にもまあ数少ないんですけど、いろんな刀剣ショップがございます。まあ、知り合いの方もちょこちょこいらっしゃるもんですから、薩摩の刀が入ってきたらちょっとこっちで貸してくれと、まあ、私にまず第一歩くださいということで、今全部そういうふうにお願いしてございます。まあ、いち早くそういったものは、薩摩の刀としてですね、もう早くこっち貸してくださいっていうようなもう気持ちです。詳しくは数えてませんけども、約70振りちょっとあるんじゃないでしょうかと思います。薩摩刀の特徴はですね、まず刃文がすぐ刃ですね。で、まあ、すぐ刃というのはもう細くまっすぐな刃文です。普通だったらこの刃文のそのすぐ刃の中にのたれとかですね、長寿の門とか刀派によっていろいろ違いますけども、波の平はですね全くすぐ刃です。それから切っ先が困ると言いまして、少し小さいですね、小さく変えて、あとはまあ帰りのしのぎのところまでぐわっとこう剛装になっていきますけども、非常にまあよく鍛錬された刀だと思います。よく切れるということですね。だから薩摩の鐔っていうのは大体2つこう穴が開いてますよね、まあ、刀が通る穴と、それからその紐を通す穴ですね、それが2つ開いてます。これは刀をかしめても絶対抜けないようにすることで、めったに刀を抜くもんじゃないというふうに言ってたというふうに聞いておりますけども、手入れはですね、これはもうまあ前そのどういう方が持っておられたのかなとかですね、この刀はどういう人だったのかしらとか、まあまあ、担当とか守り方の会見ですね、懐刀、まあ、そういったものをまあこう手入れしている中でどういった方が使ってたんだろうなとかですね、そういう階層に吹き入ることはございますけども、まあ、これだけ綺麗に残っている刀剣ですのでね、これをよりまだ輝かしていかなくちゃいけないというふうには思ってます。900年来のもありますし、もちろん300年200年前のね、そういった光を未だに保ってるっていうのは本当に素晴らしいなというふうには思ってますけども、はい。もう昔の刀剣ですので、もう今の方々でこれ何なのとかね、ただ危ないなんか競技じゃないのとか、そうじゃないんだと、まずそういった刀ができるまでのそういう鍛錬ですね、たたら鉄から、そうやって鍛錬して刀を作っていく、そしてその輝きをいつまでも残していく、そしてまあその中にはまあ刀っていうのは、神が宿ったりですね、まあそういった崇められるものになってるんだということを、まずもって薩摩の先人がそういう素晴らしいものを作り上げた、そういったものをですね、若い方々にはちょっと見ていただきたいなというふうに思います。まあ武器は武器なんですけども、一方ではやっぱり美術品としてですね、もう我々も美術品だと思ってますし、そういったもののまた素晴らしさ、そういったものを若い方々にお分かりいただければと思ってますけども。音楽鑑賞大好きです。音楽はですね、ジャズが大好きです。やっぱりジャズが合いますか？合います合います